こんにちは、シュウです。今回はエネルギーガンテ使って闘技場3やっていこうかなと思います。リーダースキルが HP50 倍以上軽減、攻撃3倍、強化ドロップ含め極撃した属性が4倍だね。はい、やっていきましょう。で、この HP50 倍以上軽減がエドワード・エレリクと同じ軽減率みたい。だからすごいよね、結構軽減する。で、これなんで護衛系入れてるかっていうと、このね、木のドロップ強化2つがでかいなと思って入れた。闘技場3ってさ、闘技場3っていうか闘技場自体が割と吸収の闇吸収が多いんだよね。なんで今回見たく闇欠損してた場合とかにも、この木のね、強化ドロップ5個消しで割と突破できちゃうんだよ。これね、さっき動画撮ったんだよね。動画じゃねえ、闘技場3やったら普通に勝ってたんだよ。なんでやります。で、今回ね、ちょっとパーティーを全員ね、副属性木にするっていうのも割と若干揃えた。はい、うん、いいんじゃない。エスカマリとかね、今回だとみんな結構泥強多いからさ、こっちじゃなくて泥強の方、今回7コンボ強化のエスカマリなんだけど、泥強のエスカマリの方がね、相性としてはいいのかなと思ってたんだけど、うん、ちょっと待ってねちょっと集中します。いやー、これこうか、こうだね、思ったんだけど、確かね、泥強のエスカマリ副属性か光かなんかだったんだよ。まあ全然入れてもいいなと思ったんだけど、まあ今回副属性木に染めたいなってことで付属性ないエスカマリにした。そう、こことかもね、確か闇吸収あるもんね。闇吸収はまあ今回出なかったんだけど、いや、だから結構意外と護衛ティア代わり最近私ね、編成難易度が高いって言われちゃうんだよ。確かに高いなって思う。だからなるべく低くしたいんだけど、まあ高くなっちゃうんですよね。裏闘技場とかはね、高くなるの仕方ないけど、闘技場3ぐらいならそんなに高くしたくない気持ちがあるんだけど。で、これいけるかな、5個消しで。さすがに厳しいかな。でも闇も含めればいけんじゃないかな。よっ、 OK。 カイトだっけ、カイトとか入れようと思ったんだよ。何コラボだっけ、カイトって。わ、いけんね、やっぱ副属性で。ハンターハンターかな、カイト入れようかなと思ったんだけど、カイト持ってないんだよね持ってなくて入れれなくて。カイトだと全部あんのかな、全部っていうか、水木光全部に泥気をつけれるから、まあそれでもいいっていうか、それがもしかしたら理想なのかもしれない。ただ持ってないんだよね、何回も言うけど。うん、いや、ほら結構いいでしょ、副属性でいける。あー、でもこれ火はさすがにいけないかな。多分火以外だとレオナ・ハイデルンが確か神キラーでいけるはずなんだよね。いや、火は無切りでしょ。いや、いいねよすごい、結構本当に使ってみると割とっていうか普通に強い。なんか使う前はさ、まあ、強いかなと思ってたんだけど、そこまでかなと思ってたんだけど、使うとマジで強い。はい、いいんじゃないかな。いや、でも7コンボ出てないっぽいな。これ7コンボないとさすがに無理な気がする。落ち込ん、オッケーオッケー、7出たね、7出た。で、ここら辺ぐらいから木の強化ドロップじゃ倒せない。割と敵がごっついのしか出てこないからね。うわー、どうしよう、 S するか、 S ります。で、ここも行きます。いや、でさ、これ複数欲しいんだよね。なんだっけ、このこネルギガンテだっけ、複数欲しい。これ武器にするとスキブ継承できるみたいなんだよ。スキブの継承初だよね、めっちゃでかい。ただ最高レア度ですし当たんないんだよ。うわ、やっべえ、 HP 切っちゃった。ニース使おう。ニースもこれいいよね、 HP 回復で継承してるから、なるべく使いたくなかったんだけど。OK、 いいんじゃない。いや、毒どうしよう、あえて消さないとこ、消さないときます。いや、消すか、消そう。いや、複数欲しいんだけどね、結構複数狙うと思うと相当厳しいものがある。 OK、 ナイス、うん、順調。できればね、エスカマリプレドラ戦で使いたかったんだけど、使っちゃったな。うん、でここだとね、貴族性吸収いって若干邪魔になる可能性もあるけど、でもここぐらいだよね、貴族性吸収仮にあって邪魔になるの。いいんじゃない、闇残して、はいよ、 OK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 。 最初ね、使う前割と闘技場3タイムアタック的な感じで早いのかなと思ったんだけど、早いは早いのかもしれないけど、普通に強い。なんか後で裏闘技場もやりたいな。勝てる性能はある気がするけど、厳しいかな、どうだろう。なるべく闇残します、なるべく闇残、あ、毒消したかったな、ミスった。これちょっとミスった、パズル。この次の盤面のことを考えておればよかった。どうしよう、ギガンテネル使うか。ネルギガンテ使って、ここは7コンボ強化のあの子が多分倒してくれるんじゃないかな。
や、いいね、盤面は結構いい、よさげ。はい、いいんじゃないいける、これ7出ればいけると思う。1,2,3,4,7 ある、いけんじゃないかな。てか毒のターン数が長すぎ。 OK。 いやでもやっぱ強化ドロップじゃなくて7コンボの方良かったかも。ここで唯一ね、多分今エスカマリが突破してたんじゃないかな。 OK、 いきまーす。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、ここも木のあれで無理か。で、闇温存しよう。ここで闇消す必要はない気がする。うん。いや、これね、動画、ネルギガンってやってたんだよ。需要があるかわかんない、ごく稀にある一発やらせ動画。そのうち多分あげます。うん。いいね。これなんかさ、ネタバレがあれで、ネルギガンテの詳細隠してたみたいなの聞いたけど、なんかモンハンの発売日あれだね、あのネルギガンテの武器の詳細。1月26でまだ発売してないんでしょモンハン。なんか体験版みたいのが今できんのかな。うん、いや本当にマジで強いね。やべ、喋ることなくなってきた。はいよ。いや、ゴエティは割とありだと思う、本当に。まあカイト持ってたらカイトが理想なのかもしれないけど、最初はね、あの子もいいなと思った。マシンのやつ、シェロスパーダだっけ、あの黒いマシンのやつ、名前わかんねえや。あれもね、地味に強化ドロップがあったんだよ。強化ドロップ、わあすげえ、めっちゃ複雑性で持ってく。火、水、木かな、火、水、木の強化ドロップあって、うわー、これはさすがに無理だな。これは木の泥強じゃ無理でしょう。まあ一応やるけど、これでいったらきつい。あ、でもキラーもしかして刺さるかな。あの子の何タイプだろう。攻撃体力、やばい、何も刺さんないんじゃない。いやーだよね刺されば言ってたな。あ、オッケーオッケーオッケー。今キラー誰か刺さってたらレオナハイデルンが言ってたな。オッケー、ナイス、いいんじゃない。で、闇を温存します。闇、まじ闘技場3最安定は言い過ぎなのかもしれないけど、相当安定する気がする。で、毒作られちゃうんだよね。オッケー、レオナ、あれなんで今レオナハイデルン溜まってなかったんだ。いやー、強いて言うならこのスキルチャージがちょっともったいない感あるよね、レオナハイデルンの。ただ今回ね、貴族性で染めをメインに、貴族性染めをメインにやってたから、まあ今回はいいでしょう。はい、で今左右に毒やったんだよね。これでどうしよう、ネルギガンテ使って消そうかなと思ったけど、盤面に色あんのか。そう、これでね、やべ、切るな !50% 切るね、これ今ね、切んないなっていう話、あ、切ってない。お、待って、61切ってんじゃない ?61!61 切ってるよね。うわ、すごい、切ってる。ダメだ、これ使おう、ニース。ニース、本当に優秀。回復消さないのいいのね。こういう系で結構回復消すこと多いと思うんだけど。回復消さないで、闇温存でいいか。いや、消そう。闇温存しようかなと思ったけど、次ね、イルシックスを出た場合に、追撃の回復の強化、じゃねえや、回復の追撃欲しかったんだよ。なんだけど来なかったな。オッケー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 。はい。で、ヘラ来ても、ヘラ来ても 50% 全然、さっき出たんだよ。ヘラ来ても 50% 切らないんだよね。なんで全然出てもいいって。で、神タイプが、神タイプがいないのか。うえ、やべ、あ、待って、やばい、これちょっとやばいかもしんない。うわ、待って、予想外だった。今予想外って3択しかないんだけどさ、やばい、半分切んないで、あぶねえ、これで変な落ち込んで、やばー、なんか安定動画みたいな感じで行きたかったんだけど、やぶねえ、やられるとこだった。そうだよね、こいつ出るもんね。はい、オッケー、いいんじゃない。いい、半分切って、もっぺん沈んどけ、切ったら積んでたな、危な。さあ、なんでもいいよ、ノアドラでも一応オッケーっちゃオッケー。うわ、本当に出んだ、ライナー継承してるからね。何吸収だ、最初から攻撃したいな、色がいい。うわ、神かよ。ライナー貼ります。ライナー貼ってどうしよう、全力でいいのかな。わあ、そうなんだよね。ノアドラ戦のために火力を道中見とくべきなんだけど、いつも見ないんですよ。
どう？ちょっとか、ちょっと控えます、ちょっと控えます。ちょ、右もずれて左か、ずれてるね。どう？全然いい、全然いい。で色欲しいな。でこれで結構切んないでしょう。うん、そうだね。でねるちゃん使おう。じゃあねるちゃん使って、さっきの感じだとどうしよう、レアなハイデルのエンハンスもあるんだよね。いいか、エンハンスは使わないで。久しぶりにノアドラ戦った気がする。でさっきの感じだと闇落ちも来ても OK。 今闇降りやすいから全然来ても OK。 うん、いい調整になる。あ、これ倒したんじゃないかな。いいよいいよいいよ。で暗闇かな、暗闇盤面変換だっけ。いいね、ライナーが本当にでかい。で見るか、強化ドロップは多い。01111222234444455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 5
次誰も帰ってこないよね。次レオナハイデル打つか。で次はこのネルギガンテちゃん打って、ネルちゃん打っていこう。 OK で場所がこことここと2234。ちょっと遠いな。無言タイムだね、無言タイム。はい、いいんじゃないかな。これで多分一応、ただレオナハイデルのエンハンスって何エンハなんだろう。あ、いいね、落ち込んきた。 OK、 分かんないけどいけた。やっぱノアドラほんと強いよね。こういうドット系いないとさ、火力調整しないといけないから。でこれネルちゃん使って多分ワンパンできんじゃないかな。ただ7コンボ出しときたいな。1234 OK、 多分ワンパンじゃないかな。光カーリーじゃなくてもいける気がする。いいね、闇物来たし。本当にめちゃめちゃ強い、結構安定。まあベルゼブブやばかったけど。そうか、この前にジンいないのか。一応継承で誰かにジンつけてたはずなんだけど、継承たまんなかったね。なんかジン直入れもありかも、ありっていうかジン入れた方がいいな。はい、いけるかな、いける気がする。ここもでヒカピーが欲しい。ヒカピー、よっしゃー、終わります。